イカちゃんにそこそこ慣れた実況者が武器選び縛り。まず題名の中に気になるワードがあったと思いますが、武器選び縛りが何のことかどうかっていうと別動画に撮ってありますので、まずはそちらをどうぞ。武器選び縛りの正体は何でかというと、武器それぞれね、原種と亜種があると思うんですよ。まあ、例えば若葉シューターを原種とすればモブジシューターは亜種、スプラシューターを原種とすればスプラシューターコラボは亜種になってきますよね。これ頭から言ってもいいんですけど、頭から言ったんじゃちょっと面白くないなと思ったんで、原種の方を先にバーっとね、やっていって、原種を全部終わりました。終わりましたら次、もみじシューターから亜種の方をバーっとやっていくと、もみじシューター、スプラシューターコラボ、スプラローラーコラボ、で以下同文みたいな以下同文ではないですけれども、みたいな感じでやっていくのを武器選び縛りとしてさせていただきました。それでは本編の方に戻りたいと思います。はい、これで武器選び縛りが何だかっていうのは分かったと思いますが、今更ですが、スプラトゥーンやっていきたいと思います。私ですね、これ今サブアカなんですけれども、本アカの方はスティック操作でずっとやってたんですけど、やっぱりジャイロ操作の方が慣れたいなっていうことで、まあどうせやるんなら一からやりたいなっていうことで、まあどうせなら動画に撮りたいなっていうことで、今に至っております。あおなんか、なんかしてたよ。というわけでございますね。やっていきましょうか。イカちゃんにそこそこ慣れた実況者が、武器選び縛りジャイロ操作でエンジョイプレイということで、もう一回タイトル言っちゃったよ。うん。で、まあ、これどうやって進めてるかっていうと、まあ、武器選び縛りっていうのは何のかっていうのはさっきの動画で分かったと思うんですけれども、どのタイミングで切り替えていくかっていうことなんですよね。自分の構想では一応、レギュラーマッチ1試合、レギュラーマッチはこれ勝ち負け関係なしにあげようと思うんですけれども、ガチマッチに関しては2勝したら次の武器に変えようかなと思ってます。2勝したらね、どの動画を使うかどうかちょっと、まあ、こっちで判断して、負け試合は映さない可能性もありますけれども、まあ、面白いなって思った試合はあげるつもりではございます。で、サブアカなんでね。まだガチマッチ一回もやってないのよ。うん。で、まあ一応そんな感じで、まあ全武器いろいろ進めて、使っていけたらなと思っておりますが、裏テーマとしてね、ちょっと最近イカの人口がやっぱりなんか減ってるような気がするんですよね。まあ友達の方からも、いろいろイカの人口が減って同じ人しかマッチングしねえよとかっていう報告もありますので、もう一度ね、イカの再熱、スプラトゥーンの再熱を、ちょっとね、私の動画から発信できればなという裏テーマで、今回始めさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。なんかすんげえ遊んでますけど、ちょっと練習を兼ねてね、喋りながら練習を兼ねてね、やっております。ジャイロ操作本当に慣れなくて、まあ、こう、急な方向転換とか、ちょっとその辺も含めて練習したいなと思って最初からやっていきます。ということで、そんな感じで OK かな。じゃあ、これからお見せしたいのは、とりあえず、レギュラーマッチ、ランク10になるまでのレギュラーマッチ4本を、ちょっとね、面白そうだなっていうのと、あ、これダメだなっていうところを、ちょっと寄せ集めたやつをね、4試合見てもらおうと思うんですが、第1試合は、まあ、とりあえず、初陣と。初陣は、なんとなく映したいなっていうのがありまして。それで見てもらおうかなと思います。で、2試合目がどんなやったかな？あ、個人的に、あ、活躍できたなっていう試合を、2試合目。で、3試合目が、こう、イカ離れが、ちょっとこれじゃ激しいんじゃないの、ニンテンドーさんっていうような試合でございます。まあ、主にマッチングシステムですね。マッチングにちょっと難がありかなと。これじゃ初心者さん離れちゃうぜ、みたいなマッチングをされたので、まあそちらを見ていただくのと、まあ正直3試合目は負けました。はい。負けました。で、4試合目は、ノラなんですけれども、いいコンビネーションをできたので、まあそちら、まあ相手さんにはちょっと悪かったなって思う部分があるんですけれども、まあ勝負の世界そんな甘くねえぞとも言っておこうみたいな、そんな感じの感じで、奈良の人でもチームワークよくできたなっていう試合を。まあ自分は活躍しませんけどね。
という試合を見ていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。これからもね、イカの繁栄のために、スプラトゥーンの繁栄のために、私、全力を尽くして頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、レギュラーマッチ4本ですかね、見ていただこうと思いますので、どうぞ。最後ダメだな、これ。よーし、来ましたね。初陣戦でございまーす。いやー、怖いな。武器は若葉シューターしか出てないんで、若葉シューターでいきますが、本当の初期装備。うん。昨日、あれは行きましたけどね。タコツボは行きましたが、とりあえずね、初期装備で行こうかなと思います。本当に何も解放されてません。ランク1、お金も0。ということですね。もうそれが何よりも証拠なんじゃ参加します。さあ、やっと始まったよ。初陣戦というのに2、3分ほど待たされてイライラしております、カズワンちゃんでございます。で、私、名前はスクイットちゃんで来ていますので、よろしくお願いします。ということで、初陣戦はどんな形であれ、あげようと思います。うん、それがいいと思う。初陣戦はやっぱり大事やからな。よいしょ。しっかり塗ってこうぜ。レギュラーマッチはしっかり塗っていきましょう。あははは。個人的な勝手なね、あれですけど。皆さんも塗っていってんじゃないの？ちょっとここ、まだまだ自分がランク1っていうこともあって、高レベル部屋ではございませんので、塗っていく人が多いんじゃないかなと思います。多分こっちの方いるな。よ、転がしてみる。ほら、なんかめっちゃ塗ってるよ。俺めっちゃ、あれ？なんか結構向こうの方行った人いるな。ちょっと後ろ気をつけながら行こうが。やっぱレギュラーマッチはこうじゃないとね。よいしょ、倒したよ。ナイス。なんかついた。なんかついたんですけど。なんか付着したんですけど。ちょっと待って。カメラの操作が曖昧だ。よし。うわー、でもちょっとなんか若葉シューター使うの久しぶりすぎて、なんか今気持ちが高ぶっております。なんかいたな、今。なんかいたぞ。いや、転がしてみる？さあ、どこにいるのかな？さあ、オレンジチーム、攻め上がろう。攻め上がりましょう。こっちの方から撃ってみたり？下見たり？上見たり？この辺から撃ってみたり？ははは。若葉シューターって結構届くんやな。なんか初めて知ったわ、今。確か、射線じゃないわ。射撃場で、点線2マス分やったかな？確かそれぐらいは届いたはず。なかなか有能な武器でございますな。しかもバリアっていうのも強いしな。おい、あれか。スプリンクラーね。了解。結構いくよ。ゴイゴイいくよ。バレた？今バレたな。俺今の足止めないといけないところだな。よし。後ろ行ったりするんだよね。よし。ナイス、ヤドリ。さあ、敵さん少ないんかな。今、なんか2人ぐらいおるわ。しっかりおるわ。よいしょ。オッケー。あと、危ないよ。一回逃げろ。一回逃げた方がいいんじゃないの？オッケー。おう。よいしょ。その辺転がしてみたり。その辺転がしてみたり。なかなか俺は攻めるよ。来たよ。それは大丈夫かな。ちょっと守らなあかん。オッケー。危なかった、今。味方もしっかり守っていきましょう、という感じですな。怖いな。これ後ろ来そう。ゴイゴイ、なんかローラーで塗っていってる人がいるような気がするよ。よ、この辺転がす？勝ったじゃないの。いい勝ち方したんじゃないの？所詮。仲間もしっかり守ってと。バリアもしっかり使って、塗って、倒して。これぞスプラトゥーンだな。という感じで。おい、やっぱ一人落ちてたんやな。なんか申し訳なかったね。初陣としては良かったよ。おお、すぐ解放される。いいね。ほう、サブかな。とりあえず抜けよう。初陣はこんな感じで。いい滑り出しなんじゃなかろうかと思います。ということで、この先はあれかな。ランク、ガチマッチが解放されるまでちょこちょこやって、なんかいい試合はあげようかなという感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
さあ、ちょっと高ランク部屋に入ってきましたと。ちょっと怖いね。さっきも高ランク部屋だったんですが、ちょっと通信エラーでね、どうもならなかったんでということで。さあ、皆さん行きましょうか。塗っていきましょう、塗っていきましょう。さあ、俺は右側から、左側から攻めていこう。で、スプラシューター、スプラスコラボじゃなくて、スプラシューターで来ております。ちょっとね、部屋が寒いんで、今、震えが止まらないんですよ、自分。ちょっとエイムが、ちょっと言い訳タイム入りますが、エイムがブレブレだ。どないしましょういう感じなんだよね。さあ、入らせてもらおうかな。その辺いるな。ナイス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 打ち込みですな。うっと、やられるよ。ああ、ナイスナイス。危なかった。さあ、打ち勝ったな。はい、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 よっと、この辺、この辺、この辺、どう、あおーですよねー。危なかった。さあ、帰ろう。よし、この辺、なんかいるな、今。よっ、あー、ですよね、そんな二人は無理だよ。あんな二人は無理だよ、あれ。まだそんな技能もないで、俺にはよ。さあ、しっかり塗ってきましょう。で、ナイス打ってるんですけどね。ナイス返してくれないんですよ。それがね、ちょっと悲しいな。カズワン悲しいなって言わざるを得ないな。さあ、横から来そうで怖い。さあ、横も見よう。大丈夫か？大丈夫。うおー、どんどんびっくりしょー。横ったよ。今なんか書いたよ。よっ。よいしょ。間に合った。よし、倒したよ。いいよ、いいよ。見えないところでも倒しに行けるのがいいね。ちょっとやっぱり、目の前で、こうね、何やったっけ？あおー目の前でトルネード打つのはやっぱダメだよね。打ち抜かれちゃったよ、プロモデラーに。やっ、頑張ろう。さあ、頑張っていきましょう。シューターはまだまだ慣れていないのさ、私。どうすればいいか分かんないんだよね。さあ、しっかりね、武器も、おっと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 、ですよね。うん、プロモデラーは近距離になるとちょっと強いね、やっぱり。ああ、どうしようもねえな、これ。どうしようもない。アマゾネススタイルの私じゃどうしようもならないよ。さあ、さあ、よっと、そこ打って、こっちもだよね。こっちもだよね。オッケー。危ない。助かった。ナイス。ありがとう。助かったよ。助かりました、と。うん。やっぱりね、助けてもらったりとか、近くに共闘したりとかすると、よいしょ。やっぱり、いいね、打つべきだよね。あっと、危ない。ナイス。おー、ナイス返してくれた。ありがとう。やっぱこれだよ。これがスプレッド。なんだよ。危なかった。さあ、塗って。おー、いいね。うん。なんか味方さんも、なかなかナイスを返して、最後はナイスを返してくれて、いい試合だったんじゃないの？これあげよっかな。私なんか一回引かれたり、プロモデラーにやられたりしましたが、なんか良かったんじゃないの？うん。いい試合だったと思う。おー、12キルやっちゃった。ごめんね。ごめんなさい、本当に。やっちゃって。うん。タコゾネスが進化したよ。タコゾネススコープ。このスコープ気持ち悪いな、これ。抜けよ。これひどくない？これはひどいでしょ。俺以外ランク50ってなんなねよ、これ。なんで俺ランク 4の人がこんなとこ突っ込まれてるのさ。ニンテンドーさん、しっかり、マッチングをしっかりしてくださいや、と言わざるを得ない。頑張るよ。イカゾネススタイル。じゃあ、アマゾネススタイル。いや、タコゾネススタイル。うん。ちょっと、こっちも、しっかり塗っとこうかな。オッケー。向こう頑張るね。じゃあ、多分これ、ほとんどの人、なんか、普通に遊んでるんじゃないか、と思いません？これ。なんかかけられた。ああ、ははは。ああ、食らっちゃったのね。ロングブラスターを。了解ですよ。ああ、ほら、皆さん、ランク高くなるとやっぱ塗らないんだよね。俺塗るけどさ。俺は塗ってくけどさ。まあ、しっかりとね。まあ、ポイント稼いでいきましょうよ。まあ、最初の頃は、ポイント大事だからね。ちょっと待て。ちょっと待てよ。いや。はい。あおー。
ああ、ほら、皆さん強いもん。俺、チャージャーなんて使ったことねえもん。そらそうなるよ。そらそうなるよって。よっ。よいしょ。こらせ。イカが来たな、今。いや、多分イカ来たな。よっ。よいしょ。ナイスはいいが。よいしょ。無理だ。これ無理だ。あ、これ、俺これ以上出れねえもん。届くのね、あれ。なんだ、届くのか、あれは。うん、ローラー警戒で、大丈夫かなと思って言ったんやけどな。無理だね。無理です。うん、ちょっと、この辺投げてみる？はい。ちょっと怖いわ。いや、この辺来そう。この辺来そうで怖い。ってことは相手ランク全員50か。おっと、危ないよ。そんなことは許したらダメでしょ。あー、これ以上出れねえ。出れねえよ。出れねえっすよ。ちょっとっとっと。はい、はい、はい、はい。この辺、この辺投げまくろう。投げまくろう。よいしょ。怖いな。怖いな。いかついな。全員いかついな。もう。これ無理だよ。これ無理だよ。助けてよ、グレオ。うん、うん、一つダメな例だねこれ、うん、じゃあ俺が役立てないっていうのもあるんですが、よっ、一回投げてみるね。こう、ちょっと左いるんじゃないの。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、待って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 、はい、ごめんよ、ごめんなさい。あー、わー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 、もう覆せない、もうこれは覆せないよお兄さん。よいしょ。意志を報いよう。意志報いよう。よいしょ。とりあえず撃ち抜いて、行きたい。よいしょ。よいしょ。一人撃ち抜いたけど。ナイス。これはやられた仲じゃないか。まあ、こうなるよね。こうなっちゃうのよ。悲しいな。涙が流れてくる。まあたまにはこういうやられ方もいいんじゃないの。ほら、全員似たようなもんよ。はい、じゃあ終わりにします。ちょっとヒーロー装備で来てみましたと。もみじなんだよね。ちょっともみじ、ああ、相手さん強いのね。相手さんを強そうなのね。あ、怖いな。それは嫌だな。やった。さあ、しっかり塗っていこうぜ。まあ、俺は塗っていってるつもりだ。これで。これでね。これでもね。ああ、来てるね。あ、来てるね。よっ。ポイズンボール。食らったんじゃないの今。さあ、この辺も塗っていって。塗っていってセンサー。うん、まだまだ離れてますな。あっと、その辺、その辺、よっしゃ、勝ったよ、打ち勝ったよ。ポイズンボール、ナイスナイス。ポイズンボールとイカって強いなこれ。あ、いい制圧だ、いい制圧ぐらいだ。ちょっとごめん、なかなかうまくいかなかった今、ごめんなさい。おっと、いなんかいるな今。いや、ポイズンボール。ポイズンボールうぜえな。いや、そこいるんじゃないの。よっしょ、ナイスナイスナイス。俺キル取れてませんが頑張っております。センサー。あー、2人しかいなかった。2人しかいなかったのね。いや、その辺投げてみる。ナイス、倒すじゃないの。こっち、こっち来るんじゃないの。よっ、まだ来ない。じゃあそこら中にポイズンボールを投げてみる。よっ、さあ着いたよ。さあ着きました。オッケー、うん、抜けてったね。俺がやるか。いや無理だ、この距離は負けるんだ。ナイスナイスです、ありがとう。ナイス追い込みでございます。うん、なんかいるな。よっ、いない、誰もいない。ちょっと下すぎるんじゃないそれ。後ろから来そう。大丈夫だね。はい、ナイス。よいしょ、ナイス。オッケー。オッケー、オッケー。
そこにポイズンがいるでしょ。おーなあ、すごいシールド、あれも欲しいあ、くれなかったくれなかったよ。伸びた伸びた。あ、全然塗ってないな、地味に塗れてない。よっ、ポイズンを当てて、よっ、センサー、全員のセンサーを当ててみる。よっ、当たらないか。イカ来たな、イカ来た。ちょっと逃げろ、ちょっと逃げろ。うん、いい戦いだね、これは。うん、申し訳ない、相手さんには申し訳ないがいい戦いだこちらとしては。はいよ、あー、相打ち、相打ちなってるな。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、しっかりしっかりしっかり、これ勝つから、人生は守ってるよ。オッケー、すごかったな。みんなの連携が良かったな。しっかり後ろにも流さないようにしてたし。こう、ポイズンボールで、イカか。うん。ダイオウイカ。で、仕留めてくれたし。うん。良かったじゃん、これ。うわぁ、10-0。俺2-0やけど、0っていうのがいいな。うん。うん、0は、うん。やっぱり残っとくこと大事やからね。と思いながら。あ、いい戦い。あ、いや、噛んじゃった。いい戦いでしたね。